して君が泣くのまだ僕も泣いていないのに自分より悲しむから辛いのかどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ。かわいいね、ピロコロ。いや、今日は手術で1日入院だね。うん、ちょっと会えなくなるけど、うん、手術コロシロシロコロジロンとコロン初めての手術。この飲まるんだよ。このやっぱコロンかわいいな、みりんさん。うん、いや、シロンも飲まるんだよ、この、それはパパ。これはパパ。コロンだよ。そうだよね。ピロン頑張るんだよ。わかった、だって。うん、かわいいな、ヒロン。かわいいな、頑張るんだぞ。かわいいね、バシロンも。プネ持っててるよ。バシロンも美人さん。かわいい。リミはもう行く気満々だね。うん、リミは大丈夫だよ、でも。ほら、喧嘩しないんだよ。喧嘩しないの。はい、では2人とも不妊手術になります。はい、体調も問題ないですかね。はい。じゃあ今日2人とも手術なので、はい、この後術前検査というものに入っていきます。はい、レントゲン検査と、あとは、血液検査を行っていきます。で、そこで大きな問題がなければ、はい、ではお預かりいたします。はい、あとは何か手術に際して気になることとか心配なことっていうのは特に大丈夫かな。はい、今から白コロを迎えに行きます。大丈夫かな、心配だね。シロの顔は、写真を見て今白コロを思い出して。待って、シロ見る、うん、あ、そうね、術後服、うん、お腹を隠す服です。ね、トイレできないんじゃない？トイレはね、大丈夫なんだよ。それ紐、多分トイレのところは出る。大丈夫かな、白コロ。ねえ、心配だね。次に白コロを迎えに行くよ。うん。白コロ。いない。いない。
一日お泊まりやだ。うん、迎え行ったらもう検査とかないの？うん、一週間後にね、抜歯しにね、また病院行くのよ。手術したから縫ったでしょ、お腹を糸で、うん、その糸はずっとついてんの今も、うん、でそれを1週間後に外すんだって。ママも外した。ママもママも持ってない赤ちゃん。あママも逆子で私入院した。ママはなんかね、糸じゃなくてホッチキスみたいな芯でボンボンって止めたの。だからホッチキスみたいな芯を取った。私逆子だったから辛いんだよ手術は。2回も経験したので、四方リミを産んでるのでね、帝王切開で、もう高子だった。辛いんだよ、そう、手術はね、辛いんですよ。チロでもね、手術した日が一番辛いから、うん、もうちょっと一晩ね、病院で頑張ってね、うん、きっとね、過ごしてくれてるからちょっとはね、あれかもしれない。白黒麻酔とかしたの？うん、そう、麻酔したんだよ。全身麻酔、全部に麻酔かけちゃうの。ママはね、部分的、部分麻酔しかしてないから意識がある中で手術したんだけど、ママお腹のとこだけしか、お腹と下半身しかしなかったから。え、え、だからしーちゃんたちがお腹から出た時はママをって普通にこうやって起きて、あ、生まれたって。痛くないの？痛くない、痛くない、麻酔してるから。でもなんか複雑な気持ちになるのか、変な気持ち。痛くないの？痛くはないんだけど、え、お腹切るとこずっと目開いてくて、あ、でもさすが見れないようにはなってるけど。怖い。でも後ろのところはちゃんと全部麻酔しておねんねしてる状態でやる。麻酔取れたらすごい痛いんでしょ？麻酔取れたら痛い。早く白黒に帰りたい。うん、それですぐこの洋服着せた。うん、でも白のところのお腹見たくない、うん、怖いから。そうだね、あんまね、見ない方がいいかな。リミの服から覗いてるよ。怖いね、白コロ。ね、会えるかな。痛いからさ、会った時もさ、喜ばないかもね。尻尾下がっちゃうかもね。うん、動きたくないとかさ、そういう感じなのかさ、うん、どうなのかよくわかんないよね、状況はね。犬にしかわからないもんね。うん、ママは？ママ？ママはもう忘れちゃったもん。だってもうリミ何歳？ 7 歳でしょ？私10歳。7年前のこと。10年前と7年前の。そうだよ。忘れちゃった。合わせて17年。いや、そういう問題じゃない。合わせなくていいかな。着いたよ。着いた。今コロン加工してたの。うん、早く次男から会いたい。声した？コロンの声した？コロンの声した？コロンの声。違うよ。違うかな。心配だね。怖いね。シロのレントゲンが。本当だ。シロのレントゲン。シロ。あ、来たよ。あらららら。撮影でよかったですか？はい、このこれ撮ります。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、すいません。元気そうでよかった。歯がだね。歯がないのか。あ、どうも。お話をね、させていただきま
ましてこれ2人あの犬同士は別々で過ごした方がいいですかね、しばらく。そうですね、結構遊んじゃいます、はい、激しく、ね、それだったらまあできるだけ別の方がいいかもしれないですね。あとお腹のところがこうなってるのでちょっとね、本当なんか怖かった、怖かった、あごめんね、急にはい、中谷もね、無事頑張りました。激しく遊んじゃうみたいなんですけど、別の方が、はい、大丈夫か、確かに塗ってるんで、大丈夫です、でも服着てもらえれば、はい、大丈夫です、はい、よし、じゃあこれ取ろうか、はい、これサイズ大丈夫かな、ちょっとちっちゃかったかな、シロン入るかね、やばい、でも上が紐だから、あでもシロンでかいよね、シロンでかいよね、ダメかもしれない、もう一個来るんでしょ、うん、一応夜にもう一個サイズの大きいのが来るので、間違えてちっちゃいの、あの傷口が隠れれば大丈夫なので、はい、そうなら炎は平気かな、うん、どうしよう、つけてみよう、まあ、前足だけひとまずつけといて、はい、腰で縛っておけば傷口は隠れる、コロンちょっとここ手入れてみようか、コロン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 、久しぶりだにゃ、普通じゃない、普通のチロンだよ、ちゃんと痛み止めが飲めないと夜で痛いかな、もらった薬が飲めないと痛い、痛み止めもらえばね、感動したな、加工生物質でね、これを今からソーセージに埋めて食べるんでしょうか、こうやってでもジョリミちゃんあげてこれコロンのなんかちくわみたいな、コロンのシロンじゃない、うん、コロン、コロン、じゃあコロンにあげるの、シーちゃんはシロン、シーちゃんがあげる、あげたい、私シロンでいい、うん、いい、いいよ、コロンが、コロン食べる、お腹ペコペコ、うん、いくよ、食べちゃった、美味しいのか、食べちゃった、一緒に食べちゃった、次しろ、うん、痛み止めも1個飲むんじゃない、それね、1日1個、あ、そう、朝あげたのか、うん、あ、じゃあ、ねね、じゃあシロンにあげる、シロンも食べようね、こうシロン、じゃあカメラ目線でいくよ、うん、もう待ちきれない、あ、これが激しすぎて、シロン激しい、食べちゃった、食べちゃった、もうない、激しすぎでしょ、シロンもう食べちゃったね、シロン、シロン激しすぎ、シロンないよ、ないよ、じゃあ普通に食べよっか、シロンのところね、シロンとコロン食べないよ、ね、じゃなくてシロンとコロン、シロンがリミの腕噛んできた、本当、まだないよ、もっと食べたいってアピールか、そう、じゃあ大丈夫か、うん、まあ、ソーセージ、ね、ソーセージってさ、うん、シロンが来た、カランソーセージ食べるの、このままあげれます、カランソーセージ食べる、シラン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 、こっからね、切り口があるんだよ、チーズもいいじゃん、カラン、コロをずっとおとなしく持ってる、ママ、うん、これね、私コロにあげたい、これチュールみたいにあげるのって、じゃあコロにはこのチーズ入りのサラダチキンをあげたいと思います、シロンこっち、リミはね、プレーン、プレーン、リミはプレーン、プレーン、これはシロンですか、うん、そう、じゃーん、ちょっとずつね、ちょびちょび、あ、やっぱり私なんかすごいソーセージの形じゃない、なんか怪しい、シロン待って、待って、コロン偉いな、大丈夫、シロン、シロン、どう、食べて食べて、食べてる、食べてる、美味しい、いい、食べてみて、食べて、いいよ、シロン、もうシロン、もうコロンのも奪いたいぐらいの勢いだね、すごいな、シロンはもうしっかり落として、しっかり、しっかり持って、噛まれないように、もうシロンすごい、もう手が出てきそうな勢いだよねシロン、すごいね、食い意地が張ってて、術後でこんな元気だ、シロンは術後めっちゃ元気だね、
ロン上品。コロンはね、やっぱ昨日の夜とかちょっとめっちゃ元気なかった。だいぶ術後ちょっと大きかった。シロン、あ、コロンね、帰ってきたら洋服がちょっと脱げてた。ね、まあ、後ろね。どれどれ。シロンがもうくるくる言ってる。これあげやすくていい。ね、チーズ入り少しあげてみる。うん。チーズ入り。はい。プレーン。プレーンで。じゃあ美味しい。じゃあ美味しいか。はい。チロンが抜こうとする。手にちぎって乗せてあげてみる。コロンはお上品だからそうやって食べれないのかな。あ、もういらない。ねえ、シロンがさ、もういらないのか。なんか全部取ろうとするのよ。取れちゃう、取れちゃう、取れちゃう、取れちゃう。くれくれ。じゃあリミの手に出す。うん、手に出しとけよ。はい。すごいね。もう食べちゃった？シロン早いんだよ、本当に一瞬なの。よく噛んで食べてほしいんだけどね。コロンはお上品なんだよね、おとなしいんだけど。いらん。なんで尻尾そば振ってるでしょ。キロンですね。コロンは食べてるでもまた、変な歯なんだよ。変な歯抜いて、それで何抜いてる。変な歯、奥の歯3本抜いて、それで、シロンね、あんま歯ないんだよ。もういらないの。コロいらないかな。じゃあお皿に入れとこっか。コロ、お腹いっぱいになっちゃったかな。よいしょ。ゲップ、ゲップ、ゲップ、シロン、シロン、ゲップ。シロン全部食べたの。うん。あら、早っ。だってこれ食べれないのか。シロン、こっちも好きなの。食べる。シロンかわいい。チロン、ゆるゆる。コロンが、バッ、大丈夫かな。コロンの動きが。コロン、もうないんだ、シロン。こりゃこりゃ。大丈夫か、コロン。取ります。なんかコロン元気ないな、やっぱり。コロン、コロンずっと座ってるんだもん、だって。コロン、シロンはさ、なんかさ、シロンはすごい活発なんだけど、水足りなかったからさ、なんかの液体入れたんでしょ。あー、そっか、点滴してたからね、シロンがね、うん、だからさ、うん、元気だったのかもね。あのさ、ずっと点滴してるのね。水が漏れてさ、シール取れちゃうから、シールやんなかったの。あー、そうかな。水が漏れる。水漏れんの。コロン、どうした、大丈夫か。なんかずっと座ってる気がしない。くにゃ、手洗います。うん、大丈夫かな。くにゃ、なんちゃった。なんだって。あのね、聞き取れなかった。聞き取れなかった。もう一回コロン言って。コロン、どうしたの。もう一回。元気ない。うん、コロンがずっと座ってる気がして、なんかね、なんかお腹ちょっぴり痛いんだ。痛いの。尻尾がちょっと下がってる。うん、昨日の夜ずっと下がってた。もうすごいビューって下がってた。昨日の夜中。こ、うん、にょ、こじょこじょ。元気なんだ。食欲はね、朝つぶつぶご飯食べたし。シロンは元気だね、相変わらず。コロンの方がお水飲んでる。シロンはやっぱり飲まない。コロン、もう一回行こう。コロン。で、まだ座っちゃった。なんかずっと座っちゃってて心配なんだよ、コロンが。シロンは心配じゃない。シロンはめっちゃさっきからこんな元気満々なんだけどね。大丈夫かな、コロン。あのシール。血ついてないかな。血ついてはなかったけど、昨日ね、今日見たとき。気になるのかな、やっぱり。髪の毛ボサボになっちゃう。コロン。
舐めちゃったかな、お腹。ああ、めくれちゃったかな、うん、でもなんかテープ貼ってあるからね、しコロンは直接舐めれないはずなんだけどね、ね、テープ貼ってあるのかな、かゆ、うん、いのかな、ストレスか、これが、うん、洋服着ないからね、白の服と白の服小さいもんね、うん、足通すなんか足通すとなんかおしっこで濡れちゃうんだよね、今日も休ませてあげようね、キロいっぱいのね、キロ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 元気やな、かわいいな、キロキロキロは元気いっぱいでちゅ、キロサラダ、サラダチキンの匂いがする、サラダチキンの匂い、そんなコロンが可愛いんだ、うん、ね、コロンもね出してあげたいけどソファーに飛び乗っちゃうのが心配でね、うん、うん、コリャン、うん、やっぱコロンは気になるね、うん、さっきさコロンがさめちゃくちゃ可愛かったの、うん、コリャンカメラに来てリビがね、うん、こうやってしてたらね、うん、コロンがここに来ておしばりしたリミ犬になっちゃったの、そうだよ前からだよ、そうなの、リミケンだ、リミケン、あ、来た、リミケン来た、怖い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 、ソーセージあげなきゃご飯はドッグフードだよいいの、おえおえじゃないよ、おえちゃん怒ってるよ、シロさん、おえじゃないよ、キラ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 、怖い、ほらまだやばい、まだこれじゃれてるんですかね、シロンと遊んでるのこれ、ワオワオじゃないの、ブラボーじゃないの、グミ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 ペア、そんじいらおやつだ、あんま